皆様、本日はウィンターコンサート、サファーオブ・ウィンターコンサート2022に、ご来場いただき誠にありがとうございます。あと、明けましておめでとうございます。我々大阪ハーモニカスは2年ぶりの演奏ということで、とてもね、第一度、とても熱い、もう1曲目がすごく熱い、僕もすごい、もう疲れてしまった。本日は司会、コロナの対策も兼ねて、マスクもしてもちょっと司会もさせていただこうと思います。ちなみにこのマスク、すごく紫で、大阪ハーモニカス色なんですけど、尾崎さんからいただきました。尾崎さん、団長でございます。素晴らしい。さて、ですね、一体どこで買われたんでしょうか。なんか外国のさて、1曲目をお送りいたしましたのは、ルイ・ドヴィック・ノイ・ノールという作曲家の、ビハインド・ザ・カーテンという曲をお送りいたしました。で、本日のプログラムは、スイスとベルギーの、作曲家を中心としたプログラムを組みました。その中でも特に、僕の関わりが深い作曲家を中心に、作曲いたしました。ルイ・ドヴィック・ノイ・ノールさんはスイスの作曲家、特に彼はコルネット、クリューゲル、特にクリューゲルを演奏して、トランペットも演奏される。で、子どもの頃からすごく非常に素晴らしい演奏をされる方で、後に作曲をイギリスで勉強されました。なので、彼はブラスバンドをずっと演奏されていて、彼自身がすごくよく吹けるので、彼の曲、この曲もですけど、基本的にめちゃくちゃ難しくばかり書く、難易度の高い、非常に高い曲を書かれる作曲家でありますが、すごく凝っている作曲家なんですね。頭が凝っているという、ちょっとひねっている、いろんな曲があるんですけど、作品のタイトル自体が、例えば、ハーレムブリッジですとかあるんですけど、もうホラーみたいなタイトルを書いたりとか、ディア・カサンドラというヨーロピアン・プラスワン・チャンピオンシップス2019年のカラリックを書いた時も、題名がちょっと、手書きので彼の題名に書かれて作ったんですけど、この曲もこの、短いコンサートプレイリュード4分3分くらいの曲なんですけど、この中にもこれは兄弟音楽として作られています。どんな音楽かというと、ブラスバンド大会が結構皆さんよく演奏されますが、その舞台裏から舞台上に上がるまでという、この緊張だったり不安だったり、どういう演奏しようかといった葛藤とか、そういったものを音楽として書き表したので、ちょっと凝ってますよね。そういった曲を書きました。さて、次もスイスの作曲家というより僕の友達ゼノ・シンピガーの、曲名は言語「ディベート・メリュン・ベーブ」のタイトルで、直訳すると、私はこの世界は私を傷つけないという意味がありますが、今回はそのゼロというこの僕の友達、一緒に指揮を学んで、作曲もオルガ・ベシピーさんと一緒に勉強した、とても仲の良い友達で、彼 の, 作曲を副科で僕も勉強したんですけれども、その3年目生があるうちに毎回曲を書きはあれできなくて、吹奏楽、ブラスバンド、またオーケストラというか、弦楽四重奏とか、いろんな編成を書かないといけないうちの一つで、この2曲後に演奏する僕の曲も同じく学校で作曲した曲なんですけども、彼もこの曲は学校の中で書かれた曲です。で、この曲はヨーデルをベースにしております。で、ヨーデルのテーマは真ん中に置かれるという形式で書かれています。それが発展して一つの曲を作っているという形で作曲された曲です。それではお聴きください。
ベルギーからです。次の作曲家、作曲家、シティ、アーツゲイル、シティまたはステインという、まあ、呼んだりしますが、はあのエスバスの奏者で、グラスバンド、ね、の、 あのベルギーで一番、まあ、上手なあのグラスバンド、ビルブローという、まあ、グラスバンドで、エスバスを演奏されているのです。すごく若い、多分僕と同い年なんじゃないかな、くらい、すごく若いあの奏者なんですけれども、同時にあの作曲家としても知られているあの方です。で、彼の、まあ、ホープという曲、非常に美しい曲なんですけれども、この曲は2019年に書かれました。再比較的新しい作品であります。で、まあ、今回のプログラム、先ほどの曲も含めてなんですけど、まあ、日本書にとっても多くて、多分この曲も日本もまだ多分演奏されてないんじゃないかなと思う期待をしていますが、まあ、あのコロナになる前の、あのまあ、意味合いでこの、まあ、希望というか、ホープという、まあ、曲なんですけれども、まあ、今もやっぱりコロナの、なかなか落ち着かない状況で、まあ、なかなか演奏会もやっぱ難しくて、まあ、2年間こちらも我々も演奏会をすることもできませんでしたし、各地でまたいろいろと、まあ問題が起きていますが、まあ、本日は本当に皆様の、この情勢感の中、足元をお運びいただき、本当に嬉しく思います。他にもとてもたくさんの方々に来ていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。その、まあ、コロナのこの情勢、この混沌とした世界から、まあ、希望へと、いつか、元の世の中に戻ってくると、まあ、願って、お届けします。ホープです。
続きまして、エアリネームという曲を演奏します。作曲は高橋ひとしで、僕が作曲した曲でございます。日本初演でございます。大阪ハーモニーミュラスの指揮者になりましたのが、ちょうど2年前なんですけれども、その2年間、一度もやっぱり演奏会開催できず、ずっとプログラムが出てたんですけれども、本日もこの ANN というプログラムを、どうしてもこの大阪ハーモニーミュラスの皆さんにどうしてもやっぱり演奏したいなということで、ちょっと入れさせていただきました。この曲自体はスイスに少し関わるというか、僕自身のスイスの留学の思い出をちょっと少し込めた曲として書きましたが、特別な表題的な音楽、プログラム音楽としての意図はそんなにはありません。むしろ全体的な音楽として、作曲をしました。とても優しいというか、テーマ自体は日本の五七五七七という短歌とかリズムを少し何か使ってみようかなというふうに思って作曲をして、そこからだんだん発展させて一つの曲を作曲しました。それでは前半最後の曲お聴きください。ヤイネック。Thank you.
Thank you.
2部で一番最初のオスターフィオルドの曲を演奏しました。インボディアンの演奏は松本さん、そしてありがとうございます。そしてコロネットのソロは我々団長の尾崎さんでございます。さて、僕話すと本当は長くなるんですけど、どうやら予定よりだいぶ早く終わったみたいで、ちょっとだけ長く話そうと思うんですけれども、一番皆さんに何をお話ししたいかというと、団員を募集しております。大阪ハーモニカですが、団員はメンバーがすごく動員募集をしていますが、まずですね、すごく面白い方々が集まっているんですけれども、ちょっと見た目年齢層高めなので若干怖く見えるそうで、それがちょっと一つの悩みなんですけれども、正団員は一番若い人が最近入ってくれました、アストロモの長谷川君です。で、彼がはい、二つすごい浅いんですけど、そして多分次に若いのが僕になります。27歳の僕になります。なのでたまに見学とかエクストラの方が来られた時に僕ら団員とかも、ね、一緒に準備するんですけど、たまに団員と間違えられるんですよね、なんかよくという感じ で、なので若い若い方とっても募集しておりますが、なんといっても OHB まずですね、皆さんお気づきですか、これ2年前に新しくしたんです。ということで、で2年前に買ったんですけれども、コロナで流れてというわけで、今回初披露というこれ、このすごく美しい、このなんていう名前なんですか、バナ本日初披露ということで、かっこいいですよね。そして何といってもやっぱ OHP の この服装ですね、かっこいいですよね。ちなみになんですけど、昔のタイプのこのユニフォームと新しいタイプのユニフォームがあるそうなんですよ。違いわかります、絶対わかんないと思うんですけど、ここの、そこも違うんです。それ一番のポイントは袖なんですよね。袖を、そう、ここの長い高さが、ここが長いか、こっちが長いかなんですよね。すっごいわずかな違いなんですよね。というわけで、で、そして何と言ってもやっぱり皆さんとってもね、素晴らしい演奏をされます。とても賢くて、すごくいい演奏をして、本当に僕自身がちょっと辛い時があったりとか、大阪ハーモニカスのこの大阪というこの土地に来て、皆さんのね、特にいつも今回のプログラム、ホープを演奏するんですけど、本当に素敵な演奏をされて、僕はいつも感動するというか、心が豊かになって、毎回練習を終わることができ、練習終わるって、始まる感覚に、ことができますので、本当に僕は素晴らしい人たち。が演奏されている人はとても本当に怖くないですからね、本当に優しいですからね、めっちゃ優しいですからね、本当にね。なのでぜひ興味ある方見学に来てください。ただコロナがこれ今回ちょっと増えていると思うので次回の練習は2月なんですけれども、緊急事態宣言が出ない限りはやっていく予定です。さて続きましてアルセナールという曲、ヤパンデルローソンさんが作曲したアルセナールという曲を演奏します。日本ではものすごく有名なマーチでもありますが、このヤパンデルローソンさん、僕プログラムのプログリームに書いてある通りマスタークラスを受けまして、ヤパンデルローソンさんのヤン先生の思い出を語ろうと思ったんですけど、記憶がなんかちょっと思い出せなくて、なんとも何がただ、一つ覚えてるのはものすごく優しい、とにかく優しい人でしたね。それがやっぱり作曲に現れているような非常になんかこう歌心がある、かつまた
この今回のプログラムの一番最後、これはまたね作風がちょっと違うんですよね。あの、まあ、この2つもあのこのコントラストというのをお聴きいただければなというふうに思います。それではマーチアルセナイ。一番なんかすごいなと思ったのが、このアルセナールを全く音楽それまでやってない人が聞いて、チューバをやりたいって言い出した人が一人いたんですよ。でもこの曲そんななんかチューバだと目立つこともそんなにない、まあ、なかなか面白い、いました、ね。まあ、そういう
さんの人はあの虜にするあのマーチアルセナルをお聴きいただきました。さて続きましてアンドレ・ウェラという作曲家のカミーユという曲です。でこの曲はアンドレ・ウェラという方、これもう2015年に亡くなった作曲家なんですけれども、数多くのジュースジャンルの作品を書いている作曲家で、特に彼は自身は音楽教育にすごく熱心に情熱を捧げたということで、でこのカミーユというこの曲、このカミーユは孫娘さん の誕生を祝うために書かれた作品あることなので、この曲は非常にこう生命の新たな誕生というか本当に美しくて、そして少しポップな感じで優しく優しくすごく素敵な曲なんですけれども、こちらフリューゲンソロは鈴木朝高さん高野さん、うわ毎回なんかちょっとどっちなんだろうって思います。がフリューゲンいつも鈴木さんには本当にお世話になっています。 OHB の連絡とかもいろいろしたり本当に助けていただいております。本当にありがとうございます。そして何よりこのフリューゲル本当に素敵な音色で、僕は本当に感動しています。毎回ボールに感動しています。本当に素晴らしいです。それでは鈴木さんのフリューゲストカミーユThank you.
しい演奏でした。素晴らしい演奏でした。もう一度鈴木さんに大きな拍手を。この曲は鈴木さんのお気に入りの曲なんですかね。でお気に入りのだそうです。とても演奏したかったです。すごくそして、ね、本当に素晴らしい柔らかい、その音は鈴木さんの人柄が現れるようなね、音色ですね。もう本当、音って人を表しますよね。なんか、本当に素晴らしいサウンド でした。ありがとうございます。さて、続きはまして、プログラム最後の曲となりました。ヤン・バンデルロスの作曲のアルピーナブラス。この曲も2019年というか、あれ今回のプログラム2019年作ったんですか。あ、この曲は2020年ですか。まあ、比較的新しい曲もと、あと古い曲、アルセナールが1995年に書かれた曲です。5年、そして6年に承認された曲で、先ほどのファミユも、1993年ですね。僕、1994年生まれです。なので、24年前と、今とという、比較をちょうど25年分くらいの幅、瀬谷君と同じくらいの幅になりますよという、コントラストも含めたものでありますが、このアルピーナブラスという曲はスイスって非常にブラスバンド、スイスは盛んな国なんですけれども、毎年7月になると、7月6月夏になると、週末に村だったり、カントっていう枠組みだったりで、大会をするんですよね。音楽祭と言われるゼッタっていう。それで、いろんな形式あるんですけれども、一つは、コンサート、こういう曲を、コンテストピースと言われる曲を課題曲として演奏、または G 曲で演奏して順位をつける。または、違う種類はエンターテインメントの20、30分とかのプログラムで戦う大会。そしてもう一つは歩くだけ、マーチングするだけで審査をするというものもあります。というのが、夏のスイス音楽祭で、6月、7月、7月だったかな、5、6、7あたりで毎週末やってますので、もしコロナが過ぎ去ってスイスに行かれることがありましたら、ぜひともスイスの田舎の方にちょっと行ってみてください。多分スイスはガスバンドを聞くことができます。すごく楽しいですね。一日中ビール飲んだりとかをしながら、もうある人はビール飲みながら参加したりとかね、すごく楽しみながら大会をやっていますので、ぜひとも気に入ってきてほしいんですけれども、このアルピーナプラスというのは、その第一セクションのためのブラスバンドのために書かれた課題曲です。2019年です。で、フランスオーケン の大会でも大会に書かれたんですけど、同時にそのまま他のカントンでも課題曲として扱おうという話になって、それでちょうど僕がその指揮科で在学している間に、このいつも僕の指揮科 のところでブラスバンドを使って一緒にやるっていう指揮の練習、授業をするっていうことがあるんですけども、その授業で演奏していてくれるレギオナルブラスバンドベルンっていうブラスバンドさん、すごく素敵な演奏をするバンドなんですけども、その、バンドの出る大会もこの課題のアルピーナブラスで、授業でもこれを使おうっていうことで、僕がこのアルピーナブラスをこの曲をそこで初めて知りました。というか、そこで、いわゆる少年ですよね、その年が。で、この曲を聴いて、それで楽譜を見て、絶対日本でやりたいなっていう思いがあって、それで、その後に大阪のグラスさんの方からお声を聞いただき、こちらの方に聞くさせていただいて、僕は真っ先に思い出ったのは、このアルピナグラスをここで演奏したいっていうふうに思っていたんですよね。で、今回それが実現して、僕自身がものすごく嬉しいです。さて、この曲については触れることはあんまりちょっとできなかった。この曲は1、2、3楽章っていうこの3つの楽章に分かれています。で、その中
中で1楽章、2楽章、3楽章それぞれまた違うあのリズム、あの1楽章は結構現代的な作りをしていて、あの響き自体がもう一つの音楽になっています。2楽章は非常にあの打って変わって非常にあの美しいあの歌のような音楽性を見せる音楽になります。3楽章はあのリズミカルなものがあの素材として使われていて、それが最後に全ての素材が集まってあの曲が終わる形で作られている、あの非常に巧みな曲になっております。それではプログラム最後の曲お聴きください。アルティーナブラス。
ありがとうございました。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。この情勢感なので体調など無理なさらず元気で少しいただければと思います。本当にお客さんは皆さんがやっぱ来てやっとなんか音楽って聴いていただける人がいてやっとやっぱ音楽って始まるというか、やっぱりそこにやっぱり芸術に本当になんか美しいものがあるというか、本当に皆さんありがとうございます。そして大阪ハムブラスの皆さん、本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。それではアッコール、ディープハーモニー。Thank you.
本日の練習はこれで終了させていただきます。次回は6月11日にサマーコンサート2022を予定しております。皆様のお越しをメンバー一同お待ちしております。お帰りの際は密を避け、間隔を空けての退出にご協力ください。本日はご来場